担当編集部員のピスタチオ田中でございます。おはようございます。本日はニャンマジの収録にやってまいりました。なんでお前かと言いますとですね、ニャンパスがちょっとコロナのあれが感染したっちゅうことで、はい、私が急遽鹿児島に来たっていう感じです。いい、いや、やめろ、まだ打つの早い、展開次第で神コメント待ってるから、いい、まだ早いから、まだ早いから、大丈夫大丈夫、待て待て、ウェイ。で、本日収録させていただくホールさんなんですけども、プラチナ霧島店さんです。この番組はミッションをクリアして視聴者にプレゼントを届けようぜといった番組でございます。ある程度打ちたいなっていう機種は、決めているので、西野と相談しながらね、ちょっと今日やんやっていこうかなと。で、ミッションは目標はもちろん6個で、飛行機の最終が8時ぐらいの撮ったんで、もうある程度長めには収録できるんで、1個でもミッション獲得できるように頑張っていきたいと思います。それではみんな行くぜ、画面の前のみんなも一緒に、せーの、マンジ。お願いいたします。みきょう、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、何でも好きなの当たれそうなんで、よし、頑張るぞ。すいません、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。じゃあディスク行きましょう。どれでも変わんないか。じゃあ角に行こっか。よし、じゃあ私も行きましょうか。ミッション右端、いつも通り行きましょう。まあおっさんの画面見たくないでしょ、さあ動画で打つのは 2,3 回目ぐらいかなとは思います。アフロレディだ、はい。で、微倒し成功率のがミッション 88% ってあるんですけど、私ね、マジでこのディスカップ2目押し迷子になってて、ちょ、忖度してもらって、最初 90% って言われたんですけど、いや、マジで 90% 下手したらいかないよっていうことで 88% にしてもらいました。で、僕の今の通算が本当 88% ぐらいなんで、本当ね、なあ、これも理由は分かってんすよ。ここの見倒しするとこあるでしょ、これね、前作とね、逆なってんすよ。あ、青と赤が、青星と赤星が、で、僕ずっと青を見て青を中段に押してたんで、まあ、その感覚がさ、もう水子の魂100までじゃないけど染みついちゃってんのよ、マジで。なんでね、全部速い、全部バーが下段にピトって止まる、ミスるときは。で、ね、そこの辺のまたこの感覚っていうのを体に染め込ませないと、これパーセンテージ上がっていかないぞということで、一応 88% にしてもらいました。本当にありがとうございます。まあ、新しいキャラクターいるじゃないですか、ミアとダンディね、ダンディ今回パネルにもなってる、ダンディ。まあ、ご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけど、このキャラクターは結構秘密というか関係性ですよね。ダンサーと DJ シン、まあ、神 DJ シンとダンサーに分かれてるんですよね。で、各々のダンサーに神が憑依したみたいな、だからスタンドみたいなもんよね、要は、で、ダンスタイムで踊ってる方が人間、生身の人間、まあ、シンディだったり、あとはリーゼントマン、あとアフロレディですね。で、今回で言うとミアが登場したと。で、DJ ゾーン、神たちのゾーンが要は DJ 擦る方ですよね。それが、まあ、アフロマンだったりキャンベル、てかキャンベルが神の立ち位置だって思わなかったですもんね。むしろダンサーでしょ、あっちの方が。で、あと BB で、今回で言うとダンディっていう役割があるんですよね。なんで、まあ、この2つのパートに分かれてるみたいな。遅れたね、そんな話してたら遅れたね。まあ、要は、まあ、トリコの小松とトリックムみたいなもんですよ、結局チェリー狙おう。うわー、やったね、一発目やったね。遅れ、まあ、完璧に遅れてる。で、チェリー枠弾狙ったんで一角です。で、こっからね、こっ
もねどう止めていこうかな。まずバーをまあ上段中段ぐらいに押しましょうか。かあこれどうする、青まで滑ってきたよ。うん、でショートもないんでスイカがないので二角っていうパターンで基本青のことが多い。はい、オッケー。92ゲームだ。92ゲーム投資が2本です。割りかし回った、よし、オッケー。じゃあビタ押し頑張りましょう。さあ一発目朝一よ。で感覚的に青星はやっぱ下段なんよ、これを忘れちゃダメ。オッケー、青星下段。ほらこれミスるんだ、これをミスるんだ俺は。マジ慣れなきゃいけない、練習しとこう。なんかね赤星より青星の方が目に入るんですよね。だから青星を目安に打ってるんですけど、押してるんですけど一向になれないのよね。極みはなし。まあ神とはちょっと程遠いけどダンディは正直。はい、ツインアフロね、ツインアフロ。さあ一発目のピック終了です。うわー、おー何度でも蘇るよねこの音でね。飲まれかけ残り10枚です。どこ狙おうかな、どこ狙っちゃおうかな。まあじゃあチェリー狙おうか、もう一回。うん、中下段チェリー、ドゥドゥドゥン、3コマ滑り。じゃあこれ右上段バー、枠上でもか。あーチュンだもんな、外れろ。そうなのよね、スイカなのよね。ファースト滑り音失敗です。いやあ嘘でしょ連打するね、ペラボンラッシュ入った。もう一回、もう一回やろうか。いやしつこいな、もうどうする、もう一回やろうか、もう一回やります。次4コマ滑ったね、ドゥ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 、4コマ滑り。もう一回右押そうか、もう一回右押します。右上段バー、いいんすかいいんすかいいんですか皆さん、これ何が起こってます、何が起こってます。もう4コマ滑ってる時点で子役以上ですけど、子役がテンパイしていないってことはですね、はい、あざす。さあ狙いに行きましょう。さあ赤ビッグです、赤ビッグ。あざす。 V はもちろん今作もビッグです。あ、やったやった、聞いた今の、聞いた、多分ねこれ成功、成功っていうかミッション達成しました、しましたよ、ダブルアップあるもんね。あ、やった、よっしゃー、あざす。今ジュンジュンって2回言ったでしょ、あれダブルアップしたです。やったぜ。ってことでミッション1個目クリアです、行こう。おー早速来たね、めっちゃ緊張するね。ダブル2倍になってるとより一層緊張感増すね。 OK、 音がたまんねえ、何さ、あー危ねえ、危ない危ない、ギリセーフ、セーフじゃないけどね。へい、いいよ鳴らしていけ。強すぎん、マジでダブル強すぎん。
れ中に極みとか弾きたいね。えい、むっちゃ乗る。ハイパー引くチャンス来たよ。ここでもうハイパーもクリアしちゃおう。極み欲しいな、極み欲しいね。来たぜ。よし、これミッションじゃない？ミッションだよね。まあここはクリアできると思ってたんで、続けてればね。よし、これで2つ目の極み技術介入出現なんで、ミッション2つ目決めていこう。 OK OK OK。 やばいぞ、全成功から何ゲーム乗りますか。やばすぎ、やばすぎ、一気に100超えたよ。あー、ミスるか。これをミスちゃダメだ。いいよ、ミスっても楽しく打とう。いやでもダメだ、今回ミッションあるからミスっちゃダメよ。あ、 88% までは行こう。うわ、10と10はえぐい。乗りすぎだろ、乗りすぎだろって。マジバカ乗ってる。マジやばい、すごいことなってるんだけど。最後鳴らせ。あー、最後鳴らんか。 OK、 やばない？ 178。 さあ、あとはダンスのお時間ですよ。もう入るまで見よう、ザノーマル。そうね、まあでももう178あるんで。さあ、この間にハイパービッグもクリアしちゃおう。ちょっとね、私ホットモット一番好きなのよ。ゲットホットね、ホットモット、これがね一番いい。テンション爆上がり。連チャンできず。はい、だいぶチャンスやったんですけどね、ハイパーのね。178ゲーム200、まあ一ちょい。でもね、ディスカップ2もね、ちょっとね、僕まだ障害周知、まあビタ押しが 80% 台っていうのもあるとは思うんですけど、マイナスなのよ全然。1万ゲーム足らずじゃね収束しないのは分かってんすけど、マイナスなのよね。一回ね、あの、え、ちょっと待って、ああ、え、違うか。いや、そうだよね、上で枠上なんて止まらないもん、この打ち方やってたら。1枚です、1枚。今日ちょっとでも勝とう。バラケメで公約成立、いいね、今の演出もいいね。まあ、スイカなんときに、かな、スイカなんかの時に音符 V とかは多分今回もボナカクやと思います。嬉しい瞬間だね。 OK、 あ、また持ちコインでつながった。ギリギリ耐えてるね。さあ、ビタ押し頑張りましょう。ちょっとミッション 85% にしていい？お願いします。これね、多分行かないわ俺、絶対 88%。ダンスタイムもらいましょうか。なんで？3の0。
3の0よ。まあゲットホット聞けるからいいんだけど、ちょっとい、やー続かねー続かねー。今遅れた？いや遅れてないよね、たまたまよね、たまたまじゃない、遅れてる、遅れてます。二角、二角の師匠です。もうそのまま行っちゃおうか。イエス、また持ち込んでつながった。135ゲームだったかな。さあ見通し頑張ろう。でも鹿児島の人ねめちゃめちゃうまいよ、みんな周りがうますぎるよ。てかそろそろ DT 取ってほしいね、そもそもね。今4回目してまだ1回も入ってないでしょ。そろそろ取ろう。でシンディ出してもうプレゼントは確定させよう、そもそもがマストで。買っていくら甘い気してもその日の運的な要素も強いんで。よし、なった。 OK、 よし慣れていこう。頼んます、ダンスタイムお願いいたします。なんで2分1ってこんな難かったっけ。まあいいや、そうか、ガロとかさユニコーンでその悪い方の2分1取ってるって考えよう。よしよし、まあまあとりあえず55ゲーム内にハイパー引こう。ハイパーでもいいわけだから。ライジングキャラリンだね今のは、確実にね、下から上に登ったもんね。サード構想、ちょっともう一回、今日この打ち方しかしてないけど、チェリーを中下だ。くー、うわどうだ、ないか、かー惜しいね。新演出なんですけどね。つながらんな。はい、55ゲーム222枚。どっかで固めとかないとマジで後半きつくなるよ。同色ってこんなに頑張ってねずっと一定のペースで引けないから。さあ皆さん、なんとですね、まあ、編集担当の方に相談したところ、やっぱり僕の顔面とはいえどいると、ここからは顔面ありで、まあ、少なからず田中の顔面見ながら見たいっていう方もいらっしゃると思うんで、お待たせしました。すっごい見られてるやん、あーやだ。何コマ滑りました、何コマ滑りました、今4ですね。さあリープ王は、うわーそうか、どうですか、どうなんですか。ダメですね、
ちくしょう、結構チャンスなんだけどな、あそこの4コマ滑りは。まあ僕もこうやって今打ってますけども、やっぱでもあれだもんな、実際はニャンバス来たかっただろうし、ニャンマズね、たまたま私出させてもらってますけど代打という形でね、まあ一番しんどいのは彼女なんで、まあ田中のコメントっていうよりは彼女に対していや大丈夫だよと、まあなりたくてなってるわけじゃないじゃない、はっきり言って。うおー第3打、第3打ぞ、勝ってんだぞ。まあぜひなんか皆さんもキャンベルいい女よね話があっち来たりこっち来たりねこのキャンディーになりたいもんね俺は。もうぜひニャンパスにコメントお願いします。さあどうなんだいと、テンパいっちゃいな、おーいしょー、10枚チョークっすね、レギュラーやめて、オーケー、オーケーよー、赤から狙い行こうか。いやちょっと気に食わんな、斜めがいいな、ちょっといやでも3枚なんよな、どうする、くそ1枚でも多くブラス、いやしょうがない、ここは我慢しよう。よし追加3本してます、割とハマって447、うーんちょっと少ないな、まあ DD 取ろう、取りましょう取りましょう。さあ誰ってやりたいもん、やべえマジでずっとノーマルだな、やめてやめて下がって、もうやめてって5の0、5の0の話、まあ5の0の中でよく戦ってる方か。いやつながんねえな、やべえ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 の出たぞ、やべえの出た。これさ一回あるんですけど、まあこれ1枚役でこっからね青ビッグやったんですよ。さあ今回は何だ、青か青なのか、いやどういうことなんて話よ、蹴ったじゃんって1枚役考えたの誰やねんって話、はっきり言って、マジって鹿児島ラーメンおごってあげたい、鹿児島ラーメンって美味しいのよね、私好きなんです、蹴ってた、やったダブルだ、ダブル2回目、絶対にハイパー飛行が簡単だからね、 100% ね。よしじゃあ行きましょう、いいいいなら、なってけなってけ、いいぞ、そう生かしていけ、ダブルを生かしていけ、オーケーナイス、20-20はおい大きいね、どうしたの急に、ここで薄いところ引っ張ってくるのも大事よね、マジで OK、 ちゃんと決めていく OK、 重々、まあまあ100の俺は十分よ。そしてダンスタイムください、そろそろお願いします、ダメダメダメ、もうおかしくなっちゃう、お願いお願い、なんでずっと普通なん、声やがれもう、なぜですか、1ゲーム連したよ、1ゲーム連したよ、ねえハイパーだったらもうミッション達成だよ、1ゲーム連だよ、やった1ゲーム連だ、やってやりました、さあよっしゃ、しかもビッグだ、ミッション達成です、あざす、まずは9大点、ミッション3つクリアです。さあバービック、バービックです。
え、まさか、え、やっぱり、そんな異色じゃない。ちょっとお兄さん、今ブリ映ったね、なんかすごいテンパイ音したよ。ハイパーがダブルです、やったなんかおかしなことしだしたぞ。おい、みんな、じゃあみんな行くか、もうみんなクリアしよう。嘘ですよね。いやいやいや、止まんなくなっちゃうよ。持ってきたよ。いや、何の音楽か分かりませんけど何か流れてます。いた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 。よーし、うわー極みだ。やべえことなった。大変だ、大変なことになりました。150ゲーム乗りました。1ゲーム連です。あざ、そしてダンスタイムもついてきます。もう全クリ目指そう。こうなったら全クリ目指そう。カモン、シンディ、ミヤさんよね、こんにちは、おはようございます。で、またキャラリーに出てるからね、これどうしちゃった、いきなし、さすがによね、さすがにだね。よーし、一気に来たね、一気に来た。てかちょっと待って、よく考えたらよ、よく考えたらダブルトゥーダブルってすごない？しかも1ゲーム連よ。どんな奇跡を起こしとん。さあ、こっから伸ばそう、もう一丁二丁重ねてね。うわー、ごめんなさい、マイスロー取った、マイスローチョークだね。素晴らしいね、あざす、あざます。乗ってきたね、完璧に乗ってきた。ちなみに今のところビタ押し成功率 88.5% です。これをキープできれば、これをキープすればなんとかミッションクリアできる。よっしゃ、またビッグ。てかレギュラー消えた、てか消した、マジですごない？ずっとビッグだよ、ずっとビッグ。そう、この塊が取れた時やっぱディスカップ2は特に1より如実にね、イケイケ感がすごいから。よし、もう遠の昔まくってます。ここでシンディ、キャモン、上からだった、上からだったよね、はいはい、下からだったよね、違う、ごめんなさい、今見逃した。いやー、1の角キャラリンプラス右下ナンバー1の角からの中にバー狙って、あー、これレギュラーっす、これはレギュラー、これはレギュラーでごわす。全然いい、全然いい、全然つながった。さあ、シンディ欲しいんだよな、この流れで。いやマジでね、この塊が取れるかどうかでディスカップ2全然違う。心にだいぶ余裕が持てた。ほい、合計で390ゲーム消化すかね。いや、ダブルダブルはしびれたね。1015枚です。よし、あとは、うん、あとはもうシンディとちょっとお見合いしてきますわ、私。まあ全然今まだまだプラス域にいますんで、ちょっとガンガン回していこうかなと。あ、そうだ、全然その途中でなんかニャンパスのこと言ってる時に当たっちゃって、そっからもうなんかダブルダブルとか起こって全く話が進んでなかったですけど、そう、まあ、早く戻っておいでとか、やっぱニャンちゃんだよコメントはね、
欲しいな。うん、なかなか一筋縄ではいかない。それはもう分かってる、分かってるのよ。あ、え、あれチェリチョーしたんじゃない？だってさ、いや、どうもごめん、もし法則性が変わってたら違うけども、チャンスアップ、チャンスアップでチェリーは1の時は確定だったはず。いや、どうなん、追加対応だった気がするんだけど、違ったっけ、あれ違った、あるよね、あるよね。よし、アーダースチェリーチョーしましたね。やめて。よし、そう、いらない、設定差なんて今いらないから。あ、ダブルだ、またダブルだ、すごない、なんか今日どうした、マジでこんな引く、こんな引きます、ダブル、やばくない。じゃあ行くべ、ダブル紹介行くべ。さあここはちょっとノーミスでいきましょう。嘘だろ、オーケー、やってこ、やってこ、ならないよ、ちょっと待ってくれ、待ってって言ってる、これはまずい。これミスれない、もうもうゲーム数ないもん、あと10ゲームしかないもん。 OK、 マジ頼むって、頼むって、ズリー、これはズリーって、マジでダブルじゃなかったら大変なことなってたよ。いつ切れたんだろう、え、乗ったこの、いや18て、待って、18て、まあいいや。さあ、まあちょっと薄めだけどシンディ持ってこんかな。リーゼントマン惜しい、惜しいぜ、めちゃめちゃ惜しかったね。上がってきてる、上がってきてる、おお、ごめんなさい、ちょっとお隣さんとディスカップトークしてたら一角出ました、止まれ。よっしゃ、これ赤ビッグですね、赤ビッグ、あざす、 V、 あざす、下段だとバービッグなんでそのまま狙いに行って大丈夫です。よし、つながった、つながった、ちょっと音量があれだ、音量がちっちゃい、音量がちっちゃいね。よしよし、まあ今回は3ばっかやけど、わりかし10-1してくれましたね。おお、最後の10のおまけ付き、あざす、43です。さあもうちょっと早くいければね、またゲーム数上乗せしてシンディチャンスだったんですけど、これはさすがにミアだろうな。誰、うわー、マジか、リーゼントマンか。あと20ゲーム早く言いときゃシンディチャンスだったのかもしれない。いつもの癖でこっち見る癖がある、こっちだよ、こっち、やっす、あざす、どうしようかな、3色綺麗に使って、いいね、全部揃ったよ、ボナズ柄、いい出目ですね。まあ青はないな、青はない。いやー、またビッグだ、レギュラーまだ2回、すごいね。
また100ゲーム超えた。まあ、てのより大事なのはここのダンスタイムでシンディが来てくれること。カモン、来た。全クリです、全クリです。やったぜみんな。いやーよかった、代打でね不甲斐ない結果やったらどうしよう思ってましたけども、やったぜ、全クリです。一応ビタ押し成功率もさっき見たら 90% 超えてたんで、極みと合わせてね。よし、ニャンバズやったよ、見事代打、特大ホームラン打てたんじゃないかなって。まあもうダブル4回行けば認めてくれるでしょ。はい、そう簡単に行けないからあのダブルは。さあもうめちゃめちゃ満足、はい、完璧やね、完璧でした。325ゲーム AT 消化して948枚ということで、はい、もう大満足です。この後エンディングに移りたいと思います。ありがとうございました。結果いきますよ、結果いいですか皆さん。はい、ディスカップ2朝から打ちまして、同色引けるまん、だってレギュラー2回しか引けないもん、全部ビッグ、全部ビッグで合算150万出切っとった、そりゃ出るがな。はい、投資が5本のまま235枚獲得した枚数がこちら1876枚ということで、プラスの1641枚。すごい、鹿児島やっぱ相性いいなマジで。はい、まあ、結果はドペラスで大事なのはミッションですから、ミッション、はい、こちら出ましたね。まずは実戦勝利、実戦での勝利もちろんドペラスです、1600枚超えで、2個目が極み技術介入の出現ということで、まあ、しっかり全部決めてね、バシッと決めました。で DT のシンディもしっかり出ました、最後完璧な流れだった。でハイパービッグももちろん引けてる。でダブルアップボーナスもう速攻引きました、2発目とかかな。で今日ね4回引いてる、鬼鬼が来た、ね、で、ラストビタ押しですね、通常の新ビタ押し、まあ、新技術介入が57回、激闇が合計で3回、まあ、1ゲームですね、で3回で60回やって合計で54回成功で 90% ジャスティン・ビーバー、すげえ 90% だったね。でミッション 88% 以上なのでクリアといったところでミッション全クリです。よーし、いやいい、書くな紙、書くなって言ってるからこっちが、やめとけって言っていいんだよ、いいで、みんなのためにこうやって紙が存在するわけだから絶対いいんだよ、いいんだよ。ということでニャンパスの私物、はい、私ゲットしてきますんで、ぜひ応募してみてください。で応募概要こちら出しておきましょう。まあ代打としての役割はね、まあ大成功ということで、まあ次回以降はしっかりとニャンパスが復活して、また皆さんの大好きなニャンパスが戻ってきますんで、ぜひね温かいコメント、あとはツイッターにね、次はニャンちゃんお願いねっていう感じで書いてもらえればなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ただ、まあ、ピスタチオ田中めちゃめちゃ頑張ってやないか、ようやったぞという方ぜひ高評価、そしてやはり神の存在はあったと、神は存在していたと皆さん思った方、ぜひチャンネル登録してやってください。コメントは何でもいいです、はい、書いてやってください。というわけで次回のニャンマジでお会いしましょう。バイバイ。